依然離れて10番キャッスルハート最後方変わりません。3コーナーカーブペースが上がってきた。前は1番ローリエフレイバー、2番の今をときめく、そして4番ミスカルレーラ、その外には8番ムサシジェリーナ、4頭広がって4コーナーへ。5番手は6番フェルディナンド、その後ろに3番のフォルトリアン、あとは9番のプリンセスアリーはまだ中段位置。前が広がってきた。4コーナーから直線前の争い、外から6番フェルディナンド、8番ムサシジェリーナ、内は4番ミスカルレーラ、1番ローリエフレイバー、広がって200を通過。馬場の真ん中、6番フェルディナンド、内はミスカルレーラ、1番ローリエフレイバー、3頭の追い比べ、後方からプリンセスアリー追い込んでくる。前はローリエフレイバー、フェルディナンド、外から9番プリンセスアリー、わずかにフェルディナンドがゴールイン。手が上がった、やった、安藤陽一。追い比べを制したのは6番のフェルディナンドです。優勝おめでとうございます。どうもありがとうございます。初タイトル3歳女王の座に輝きました。今どんなお気持ちでしょうか。まあ何よりね、陽一で受賞勝てたのでもう本当に嬉しいです。直線も力が入ったと思いますが、レースを振り返っていかがでしょうか。そうですね、折り合いだけが心配だったんですけど、もう最初から全然引っかかるところもなく、4コーナーでは手応え十分だったんで、これは勝てんじゃないかっていう気持ちで見てました。今日の馬の様子改めていかがでしたでしょうか。そうですね、まあ、馬房からずっと見てましたけど、とても落ち着いてて、パドックでもなんか一番落ち着いてる馬に見えました。これで関東オークスへの優先出走権獲得となりますが、次走のご予定を教えてください。そうですね、まあ、関東オークスも視野に入れて、これからオーナーと相談して決めたいと思います。ありがとうございます。それでは最後にファンにメッセージをお願いします。今日は応援どうもありがとうございました。天気も良く成績も良く、まあ、とても嬉しいです。今後とも応援よろしくお願いします。ありがとうございます。本当におめでとうございました。フェルディナンド号を見事勝利に導きました安藤陽一騎手です。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。まずは喜びの声聞かせていただけますか。いや、もう感無量ですね。フェルディナンド今日の状態面どのように感じていましたか。そうですね、調教からも体調の良さは分かっていたので、もう自信を持って乗りました。レースは有力馬を前に置きながらのレースとなりましたが、どうでしょう、道中のリズムや感触というのは。そうですね、本当に折り合いが心配だったんですけど、もうスタートしてそのままこうすごくいいところをつけれたので、あ、もうこれ勝つんじゃないかなと思って落ち着いて乗れましたね。しかし直線は内で1番ローリエフレイバー、外からはプリンセスアリーが追ってきました。このフェルディナンドの直線コースでの頑張り振り返っていただけますか。そうですね、本当によく捕まえてくれたなと思いますね。入選して左手が大きく上がりました。ご自身にとっての受賞初制覇となりましたけれども、改めてその点の感想を聞かせていただけますか。いや、本当にデビューした時は、まあ、デビューして10年ぐらいは、まあ、下から数えた方が早いぐらいの状況だったので、まあ、重賞に挑戦する機会もなかなかなかったですし、まあ、本当に夢みたいですね。そして数多くコンビを組んできている藤田照信調教師、藤田厩舎にとってもこれが重賞30個目のタイトルとなりました。この点のどうでしょう、考えというのも一言いただけますか。そうですね、僕を拾ってくれた先生に、まあ、なんとか恩返ししたい気持ちでいっぱいだったんで、今日はもう本当にここを決めれてすごく嬉しいです。それでは最後にファンの方々にメッセージをお願いいたします。そうですね、まあ、やっとここまで来たんで、まあ、どうせならもっともっと上を目指して、皆さんの前でいい競馬どんどんできるように頑張りたいと思いますので、皆さん応援よろしくお願いします。安藤陽一騎手にお話を伺いました。